こんばんは、作曲家のコオロギです。お久しぶりです。部屋を模様替えしてみました。で、まだちょっとね、端っこの方片付いてなかったりするんですが、これからはこれでやっていこうと思います。で、今回は YouTuber のひまわりチャンネルさんの BGM を10曲制作しました。というご報告です。ひまわりチャンネルさんは福島県在住のファミリー YouTuber で、家族で工作したりとか旅行したりとか、いろいろなドッキリなんかしたりして楽しんだりする様子を YouTube にアップしてます。で、なんと登録者数も340万人以上いらっしゃいます。こんな部屋にね、似つかわしくないような本当に明るいチャンネルなんですけれども、僕はずっとフリー BGM を配布してて、その楽曲をずっと使っていただいてたみたいで、それで今回お声掛けいただきました。どんな曲を制作したのかと言いますと、もう動画で使う BGM ですね、それを一式、いろんな状況のものを一式作って、まああちらの方からこういうのが欲しいよっていただいたこのリストを元にこちらからこう作っていったって感じですね。音楽は動画に随時使われていってます。まあ今までの音楽に合わせてその新しい音楽を入れていくみたいな感じで使ってもらってます。ファンの方なんかは、あ、ここ新しい音楽だなと思っていただけるかなと思います。で、今回めちゃくちゃ難しかったんですよ。最近の仕事の中では一番悩んだかもしれないっていう仕事になって、結構前からお話をいただいたんですけど、それがね、もう、去年の2023年の時点でお話をいただいてて、そこからもうスケジュールの関係もあって、かなりね、納品遅くなっちゃって、ちょっと申し訳ないなっていうところだったんですが、その一つに悩んだっていうのもありました。何を悩んだのかというと、YouTube に使われるファミリー向けのチャンネルの音楽、その新しい曲ってどういう曲なんだろうみたいなところが自分の中でこう悩んじゃって、例えば今使ってる音楽も、そのフリー BGM もう何百曲ある中から厳選された音楽を使っていて、で、さらに、他の方に発注して、まだ作ってもらったのも足してあるんですが、そこのもう曲がたくさんあるところに、さらに僕の曲を入れて、さらにそれを使ってもらえるような曲にしないといけないということは、めちゃくちゃハードル高いなと思って。普段の仕事って割とオーダーメイドなんで、他に曲がなくて僕の曲を入れるだけっていうのが多いんですけど、今回の YouTube の音楽は他のもう何百曲と競合しなければいけないという、こうプレッシャーみたいなのがあり、まあそこがね、悩ましかったですね。なんかかといって外しすぎたものを作っても、なんかね、普段使えなかったりとか、ちょっと違和感があったりとかするから、そのど真ん中を行きつつも、この新規性を出したりとか、使ってもらえるようにするにはどうしたらいいかなっていうのが考えて、まあ一つの僕が出した答えとしては、まあちょっとリッチにしようということで、生楽器を結構多めに入れたりしました。松本一作さんという方にバイオリンを入れてもらったりとか、あとは自分でウクレレとかギターとかパーカッションとか弾いて入れたりしました。それでね、フリー BGM ってあんまりこうレコーディングされたものとかが少ないので、まあそこでちょっと差が出せるかなと、リッチさとか柔らかさが出せるかなと思ってそのアプローチはしましたね。あとはまあ今まで使ってるものとはまた別の感じ、印象を抱かせるような音楽っていうところですかね。そこを意識したりとか、あとね、ひまわりチャンネルさんってもう10周年なんですよね。かなり長くやってらっしゃって、最初はお子さんのおうちゃんさんとまーちゃんさんがね、まだちっちゃかったと思うんですけど、大きくなっていって、今まーちゃんさんがね、13歳くらいになるらしいっていうことで、あんまり子供っぽくしたらいけないなっていうのはちょっと思ってて、小学校の高学年とか中学生になってくると、多分子供っぽすぎるとそこはちょっと気になっちゃうというか、そういう感情になってくると思うんで、あんまり子供っぽくしないようにっていうのは心がけましたね。でも最終的にはこのちょっと子供っぽいっていうリテイクをもらって、そこは直しました。そんな感じで作らさせていただきました。このひまわりチャンネル10周年とか、まーちゃんさんがね、個人チャンネルを開設するということで、今活動の節目になってると思うんですけど、そこに関われて非常に嬉しいです。というわけで、ひまわりチャンネルの音楽を作りましたという話でした。じゃあの。